最近リリースされた脳内麻薬についてはどのような経緯で、はい、えーとビートを選んだり作あれがもともとほんまそのラバダブ毎日難しい名前ぐらいだったらラバダブ3箇所はしごとかできる状態やってとりあえずラバダブで名を上げて目立ったらショーケースできて。 で、ショーケースできたらレコード会社からまあどっか声かかってリリースするっていうのが流れが普通やったんですけど、ラバダブも舞台に十マイク2本しかないのに10何人おってみたいなところ、もうお客さんの方が少ないぐらいのとかそんないろいろ結構いろいろアングラ経験してるんですけど、俺実は。そん中で、ラバダブ用として作った16小節のバースが一番なんですよ。だからあのバース自体は十十10年ぐらい前からあって、 とりあえでさっき脳内 <laughs> マイクっていう言葉自体は「あのバキ」っていう漫画読んであかっこいいこの言葉使いたいみたいなそんなノリやったと思うんですけどでその一番は一応ラバダブ用であって一番オチはあの今回制作するために付け足したんですけどオチ弱かったんで。で なんかバトルで、まあ、マカとバトルしたときにこれ歌ったんですけどもうほんまあんまなんで歌ったかも覚えてないぐらいなぜか出てきたんですけど、まあま、マカが俺はあんまディスってけえへんかったから「あディスらんでもええんや」みたいな「ラバダブしよう」ってなってあれ歌ったんですけどんでなせ、えー、かそれがなんか結構評価というか評価してもらってせっかくやったら曲にしたいのはもったいないということでまあサビ整えてで2番書いてで2番はもう。 俺が思うバトルシーンに対しての気持ちとか意気込みとか現状とかを歌詞に落とし込んで作りましたね歌詞に関しては。でビートはさっき言ったまたアジ,アジトの話になるんですけど小森隆が最初そのバトルの時に。 かかったちょっと申し訳ないのそ,そのビート名忘れたんですけどそれに寄せようと思ったんですよそっちがちょっとバズってたんで、うん、けどその小森隆が「いや絶対レゲエのダンスホールでいった方がいいっす」って言ってくれてああそうやな確かにってなって完成した感じですかねあれ自体は。サウンドシステムってどういうサウンドシステムだと <laughs> なんかそのレイさんにとって「やばいなこれ」みたいなんて言うんですかねやばいポイントってどこなんですか、えー まず持ってることとがやばいと思うんですよあ,れあの大きさ MV 見てもらったら分かると思うんですけどあれをずっと維持するだけでまずお金かかりますしで、まあ、の僕の真後ろにあったやつが、えー、とセカンドインパクトっていうサウンドシステムなんですけど結構でかくてやっぱでもやっぱこうサウンドシステムから鳴ろうとって普通のスピーカーじゃない音量出るんで。うん しかもそのベース音であったりとかも低音もボンボン出ますしまあ根本がジャマイカが路上でイベントやんのが根本なんですけどジャマイカ普通にああいうのが外に出ててみたいな感じなんでそれを日本に持ってきて自分らでも外でできるようにって感じで作ったもんなんですけどやっぱ音質はそのシステムによってもいろいろちゃいますし皆殺しもそうですしジャーワークスのサウンドシステムもそうですしやっぱこうその,そのヒットラーがサウンドでに出したい音 で多分自分らのダブもミックスダウンとか各々の違うと思うんでそれに合った音を出してるサウンドシステムやっぱすごいなと思います。あのそれを体験しに行けるそのパーティーとかフェスで一番行きやすいとこってどこなんですか、えー、けどやっぱこう「レッドスパイダー」とか「カエル・スタジオ」のダンスは基本やっぱ「皆殺し」っていうサウンドシステム出てるんで一番体感しやすいですかね。あとは毎週第1金曜日にライイフスタイルっていうサウンドが あのギリラフライデーってやってるんですけどそれも毎週あじゃあ毎月か毎月第1金曜日それもサウンドシステム出してるんでそこが一番ありますかね、えー、あとちょいちょい大阪やったら夏やったら野外イベントも夜中の野外イベントでサウンドシステムも最高なんですよ山の中で苦情も経えへんしそれとかむちゃくちゃいいですね。えこまままだだあります、ま、だ今年はどううなんやろうもぼぼちぼち 寒くなってきたら終わるんで。九九九月ぐらい、九月ぐらいまであるんちゃいんすかね。あり、ね、探したら、はい。